第15位、はやぶさ消防団、池井戸潤、343ポイントを獲得。ミステリー作家 VS 連続放火犯、のどかな集落を揺るがす戦い。東京での暮らしに見切りをつけ、亡き父の故郷であるはやぶさ地区に移り住んだミステリー作家の三馬太郎。地元の人の誘いで居酒屋を訪れた太郎は消防団に勧誘される。迷った末に入団を決意した太郎だったが、やがてのどかな集落で密かに進行していた事件の存在を知る。連続放火事件に隠された真実とは。地方の小さな町を舞台にした池井戸作品初の田園小説として、小説すばる連載中から話題を呼んだ珠玉のミステリ。第15位は、はやぶさ消防団です。第14位、何時星のごとく、なぎらゆう、344ポイントを獲得。その愛はあまりにも切ない。正しさに縛られ、愛に呪われ、それでも私たちは生きていく。本屋大賞受賞作、流浪の月、著者の心の奥深くに響く最高傑作。私は愛する男のために人生を誤りたい。風光明媚な瀬戸内の島に育った高校生の秋美と、自由奔放な母の恋愛に振り回され島に転校してきた回。共に心に孤独と欠落を抱えた二人は惹かれ合い、すれ違い、そして成長していく。生きることの自由さと不自由さを描き続けてきた著者が紡ぐ一つではない愛の物語。まともな人間なんてものは幻想だ。俺たちは自らを生きるしかない。第14位は、何時星のごとくです。第13位、よって九段のごとし、三島屋編長百物語8の続き、宮部みゆき、347ポイントを獲得。江戸は神田三島町にある袋物屋の三島屋は、風変わりな百物語をしていることで知られている。語り手一人に聞き手も一人、話は決して外には漏らさず、語って語り捨て、聞いて聞き捨て、これが三島屋の代わり百物語の趣向である。いとこのお近から聞き手を受け継いだ三島屋の小旦那こと富次郎は、お近の出産を控える中で触りがあってはならないと、しばらく百物語をお休みすることに決める。旧島への最後の語り手は、商人風の老人と目の見えない彼の妻だった。老人はかつて暮らした村で起きた人出なしにまつわる顛末を語り出す。第13位は、よって九段のごとし、三島屋編長百物語8の続きです。第12位、転生したらスライムだった剣、20巻伏せ3つバー、348ポイントを獲得。各地で激戦が繰り広げられる中、ミリム陣営と虫型魔獣の戦いに氷の美女が現れて、大人気転生ファンタジー待望の最新刊。第12位は、転生したらスライムだった剣、20巻です。第11位、アキラとアキラ上巻、池井戸潤、393ポイントを獲得。小さな町工場の息子山崎明、そして日本を代表する大手海運会社東海優船の御曹司海道明、同じ社長の息子同士でも家柄も育ちも全く違う2人は、互いに宿命を背負い運命に抗って生きてきた。強い信念で道を切り開いてきた明と、自らの意思で人生を選択してきた明、それぞれの数奇な運命が出会うとき、逆境に立ち向かう二人のアキラの人生を落とした戦いが始まった。第11位は、アキラとアキラ上巻です。第10位、落日港かなえ、428ポイントを獲得。私がまだ時折自殺願望に取り憑かれていた頃、サラちゃんは殺された。新人脚本家の甲斐千尋は、新進気鋭の映画監督長谷部香織から新作の相談を受けた。15年前、引きこもりの男性が高校生の妹を自宅で刺殺後、放火して両親も死に至らしめた笹塚町一家殺害事件。笹塚町は千尋の生まれ故郷でもあった。香織はこの事件をなぜ撮りたいのか、千尋はどう向き合うのか、そこには隠された驚愕の真実があった。令和最高の衝撃&感動の長編ミステリー。第10位は、落日です。第9位、同志少女よ敵を撃て、愛坂東馬、463ポイントを獲得。1942年独ソ戦の最中、モスクワ近郊の村に住む仮の名手セラフィマの暮らしは、ドイツ軍の襲撃により突如奪われる。母を殺され復讐を誓った彼女は、女性狙撃小隊の一員となりスターリングラードの前線へ。第11回アガサ・クリスティ賞大賞受賞作、2022年本屋大賞大賞受賞作品。
第9位は同志少女よ敵を撃てです。第8位商い予伝金と銀13近江編高田薫479ポイントを獲得。宝暦元年に浅草田原町に江戸棚を開いた呉鈴屋は仲間の尽力を得て一度は断たれた呉服商いに復帰、身分の高い武家を顧客に持つことで豪奢な絹織も扱うようになっていた。だが元は手頃な品々で人気を博しただけに次第に葛藤が生まれていく。吉原での衣装比べ、新店開業、まさかの裏切りや災禍を乗り越え、店主の幸や奉公人たちは衣装とは何か、商いとは何か、呉鈴屋なりの答えを見出していく。時代は宝暦から明和へ、買うての幸い、売っての幸せを掲げて商いの大会へと漕ぎ進む呉鈴屋の物語、いよいよ、ここに完結。第8位は、商い予伝、金と銀、13、近江編、です。第7位、オーバーロード16、ハーフエルフの新人下巻、丸山久金、総便、485ポイントを獲得。ダークエルフの村に滞在し、村民と交流を続けるアインズと双子。しかし報国の侵攻はついにエルフ国を攻め落とされんばかりとなった。一計を案じたアインズは行動を開始。第7位は、オーバーロード16、ハーフエルフの新人下巻、です。第6位、異世界のんびり農家、13巻、内藤喜之助、安茂、518ポイントを獲得。冬の大樹の村に子供たちが帰ってきた。ウルザの友達は暗殺者らしいけど大丈夫かな。広場では本気の雪合戦、高度な作戦、悔しい犠牲、大熱戦が繰り広げられる。ついに海岸のダンジョンの攻略へ、力を合わせて試練に立ち向かう。そして一行は夢中で何かを書いている謎の女性と出会うが、その正体は始祖さん覚えていない女性の高速ドロップキックが顔面に直撃します。アニメ企画も絶賛進行中、お楽しみに。第6位は異世界のんびり農家13巻です。第5位、エーゼンカルカヤ怪異譚その3、小野冬美、527ポイントを獲得。恐ろしくも美しい、悲しくも愛おしい、これぞ怪談文芸の最高峰。建物にまつわる怪現象を解決するため、エーゼンや美譚は死者に思いを巡らせ、家屋に宿る気持ちを鮮やかにすくい上げる。恐怖と郷愁を聖地に描いた至極のエンターテインメント。全6編を収録。第5位はエーゼンカルカヤ怪異譚その3です。第4位、生命の略奪者知念美希と568ポイントを獲得。多発する臓器強奪事件、盗まれた生命の謎、東京から新横浜へと向かう新幹線、移植のための心臓を運んでいたコーディネーターが襲撃され臓器が奪われた。さらに同様の事件が天医会総合病院でも発生する。心臓、肺、肝臓、腎臓、命のリレーの最中踏みにじられる死者たちの意思、一体誰が何の目的で。アメクタカオは真相解明に乗り出すが、その動機は思いもよらぬものだった。現役医師が描く本格医療ミステリー。第4位は生命の略奪者です。第3位、3000円の使い方原田ひか、576ポイントを獲得。柿谷美優さん絶賛、この本は死ぬまで本棚の片隅に置いておき、自分を見失うたびに再び手に取る。そういった価値のある本です。就職して理想の一人暮らしを始めた美穂、貯金30万、結婚前は証券会社勤務だった姉真帆、貯金600万、習い事に熱心で向上心の高い母智子、貯金100万弱、そして1000万円を貯めた祖母琴子。ご中家の女性たちは人生の節目とピンチを乗り越えるため、お金をどう貯めてどう使うのか、知識が深まり絶対元れちゃう節約家族小説。第3位は3000円の使い方です。第2位、シャープ真相をお話しします、結城真一郎、602ポイントを獲得。ミステリー界の超新星が仕掛ける5つの罠、日常に潜む小さな歪みをあなたは見抜くことができるか。子供が4人しかいない島で僕らは YouTuber になることにした。でもある事件を境に島の人たちがよそよそしくなっていって、シャープ拡散希望、日本の今とミステリーが禁断の融合、緻密で大胆な構成と容赦ないどんでん返しの波状攻撃に瞠目せよ。
日本推理作家協会賞受賞作を含む、しびれる5編。第2位は、シャープ真相をお話しします、です。第1位、小説、すずめの戸締まり、新海誠、638ポイントを獲得。九州の静かな港町でおばと暮らす17歳の少女、岩戸すずめ。ある日の登校中、美しい青年とすれ違ったすずめは、扉を探してるんだという彼を追って、山中の廃墟へとたどり着く。しかしそこにあったのは、崩壊から取り残されたように、ポツンと佇む古ぼけた白い扉だけ。何かに引き寄せられるように、すずめはその扉に手を伸ばすが、やがて日本各地で次々に開き始める扉。その向こう側からは災いが訪れてしまうため、開いた扉は閉めなければいけないのだという。星と夕日と朝の空と、迷い込んだその場所には全ての時間が溶け合ったような空があった。不思議な扉に導かれ、すずめの戸締まりの旅が始まる。新海誠監督が自ら執筆した原作小説。第1位は小説、すずめの戸締まりです。